おはようございます。速下軸の久保です。今日は8月24日、6時10分ほど過ぎまして相場解説1時間軸を見ております。昨日お話したところではありますけども、こちらの力点にこうしてですね、ここから3種類の考えが、この点では起きやすいよってことを申し上げました。まあ、横ばいが続くのかあ、それともね、ちょっとこう、上昇していくのかね、この力点を破って上昇するのか、うん、そしてあと一つは、 力点に当たったところで力学が進んで下落が始まっていくのかってことだったんですけどもこうして見ると下落が大きくボーンと起きましたよねで起き切ったところで2円ほど深まりあの刺さったんですけども早速夜の間に半年戻しまで起きて今ここにいらっしゃいますねでこの後なんですけども私は基本的に中期で見るとここを破ってやっぱり140円の方向に行くとは思うんですよね今度トリプルトップではなくって 3つ目のトップはぶち破りだと思いますからねはいそれでなんですけどもそれでですよ、うん、あ一つちょっと補足しときましょうかこのダブルトップはダブルトップなのかってことなんですけどもちょっとダブルトップとは私言えないなと思ってますねこのダブルトップね、うん、ダブルトップであるならばここまでね下がらないんですよ、うん、ここで止まるのがあの今回のダブルトップつまりレンジを書いて レンジを破ってのブレイクアウトっていう風に考えた方がいいんじゃないかなと思いますよねでこのブレイクアウトっていうのはあなんで起きるかっていうとこういったところでエントリーした方の買いの圧力が利益決済によってね解放されたからこれがズドンと下に落ちたんですよ で、下に落ちたら落ちたで、今度はね、寝頃な金額っていう風に見える方が、この辺で、チャートを見出した方には感じられますんで、安くなったよねってことで、またここで買いのエントリーが起きるわけですよ。もしくは、ここら辺のポジションを理覚した方が、また元の数字に戻ったら買おうかなって身構えていてね、ダブルで稼いでるってこともあります。その中で、今日どう考えればいいのかってことですけども、こちらです。私は、ちょっと横ばいに入るんではないかなと思いますよね。 お互いエントリーした方も理覚した方も様子見で上か下に動くところをじっと見てるんで横ばいが続くと思います5分を見てみますよ5分を見てみるとどうですか大きな寝動きがあった後に半寝戻しとは言ってもね目立った動きってのはこのぐらいであとはものすごく小さなローソク足で上に上がったのを確認して半寝戻しのところまで気がついたように新規の貝が入って 全体を押し支えてますよね、まあ、その中でまたここで釣り合いが取れるように小さなインセント線が横に並んででいるってことですつまりは高根と安根を作ったところからこれはね5分足の見方ですけどもね高根と安根を作ったところから真ん中の辺りで今こういったレンジを作ってる状態なんですよ。で今度は おそらくは上にブレイクすると思いますけども上にブレイクするとここを突き破って結局ねどうなっていくかというと1時間の方で見るとここを突き破って元のところに戻っていくというふうに感じますねそうするとこの勢いを見て新規の買いを巻き込んで、えー、もっともっと小さなところで、ね、この辺りで買いを入れた人はここを突き破ることを見込んでますから決済するにしても半値決済ですよ つまり上に抜けていくっていうストーリーが私は見えます。さあ、そういう風になるかどうなるか。こういう風になるようでしたら、追撃も込みで私もエントリーしていきますよ。そうでない限りはちょっと、この形を持ってね、見守っていきたいと思います。本日は以上です。また追加します。